て私に気があるタイプのやつじゃんこれ。うわーちょっとマジかー。わーこのマップだそうだ。このマップマジ意味わかんないんだよな。画面からいい匂いするんだけど何これ。それ私の体臭やね。申し訳ないけど私ちょっとお花食べて生きてるからさ、お花しか食べたことないからお花の匂いするんだよね体から。あここ、ああどういう地形か全くわかんない。なんか気持ち悪かったのこれ。今日私と一緒に寝てる夢見たんだけど、起きた時に本当の人生本当に人生を終わりにしたくなってやばい。お嬢はそんな夢見ることない。ないでもないけどわかるよこの気持ちは。なんか夢の幸せと現実のなんか悲壮感にギャップに打ちひしがれる時はあるよ。私も昔本気で及川徹と結婚したいと思ってた時があった時は、夢で及川徹が出てきてくれた時はマジで結構真面目に、なんか二次元へのトリップの仕方とかネットで調べてた。痛すぎて死ぬ。でもガチで、毎晩祈ってたもん。起きたら配給の世界にトリップしてますようにってガチでお祈りしてた。ガチで祈ってる時期あった。だからめっちゃ及川徹の夢小説とか漁ってめちゃくちゃ夢女してる時期あった。え、なんかいるんだけど。まっつい配給の世界にトリップしても顔も映らんモブになるだけ。夢女にそんなこと言ってもね、何も響かないから。もうあの頃はもう自分がトリップしたら絶対自分が主人公になれる自信あったもん。絶対マネージャーポジ。いや私は、あ、なに喋る気が。くそ、このノラと仲良くしようと思ったのに。待って、VC のキーがわかんない。え、まだいんの。アシストくれー。どこ行った。あと設定してなかったわ。じゃあ次話、こいつが話しかけてきてくれたらこれで応戦する。あ、近いか。こいつらとは仲良くできそうな気がする。なんか丸。どうしたどうした。逃げんのか。なんか食らってんぞ。白じゃね。オッケー、ジャンプ。なになになに。当てかやめー。こいつ地面乗れてる。ナイス。私のマザーロードで死んだんだが感謝してくれ。クソ、戦闘中だったからちょっと応答できなかった。お前のそのヒルポが欲しい。どこにいる。そっち。だこの味方ちゃんとピン刺してくれるのに優しすぎ。絶対リオだよねこの人たち。キュン。やばい、止まない。ピンは1回でいいよ。もう一回喋ってくれ。喋る単語が短すぎて。あっやばい、これ敵のウルトですよね絶対。くっそー、かわしやれなかった。よー、なんかしかも割れたぞ一人。割り俺見捨てる。サオリブラ待てよ、絶対助ける。絶対お前のこと助けるから。助けられないかも。助けられねえわ俺。絶対順位上げるから任して。バリ日本語で喋りかける。1位取って手汗やばいから無理かも。おはようおはよう。おはようおはよう。グモリン。目と目が合う。終わってる終わってる。任せて任せて。オッケーオッケー。壁に人がいる了解。Where are you from? 英語わかんない系男子か。翻訳してくれたんだけど私のこと好きなんかな。
これどっちから行くのがいい。私はよく知っているわけではありません。はい。オーケーオーケー。ナイスジャパニーズ。なんかいるんですけど。は？もう誘えないのかな。え、ガチで私に気があるタイプのやつじゃんこれ。一緒にいてもいいです。ガチナンパ来たこれ。ガチで私に気あるやつじゃんこれ。ちょっとやめてよ。